はい、皆さん、こんにちは。第9節突然。はい、ボコボコにしてやられましたね。はい、2対4でした。<laughs> いやー、さすがに移動きつかったかなっていう言い訳をしていいものなのかどうかという話なんですけれども。いやー、カサポーターの皆さん、えー、フラストレーション溜まってるんじゃないでしょうか。まあ、少しでもこの動画を見てね、まあ一緒に愚痴を共有できればという目的を作っております。今回も内容もクソもありません。はい、じゃあまずスターメンからいきます。はい、451、右チャブリッジ、左藤というような藤井で、えー、え並んでまいりました。で、えーっとですね、前半立ち上がりのまあ11分あたりに、まあ右サイドのね、まあノ々だったりチャブリッジっていうところをうまく繋いで、 まあ左から右というところで、うまいこと脳の中に入ってきて、得点を生むという2試合連続ゴールを決めてくれました脳の。いやー、これね、右サイドバック攻撃参加するっていうのが課題だっていう話を前、だいぶ前にしましたけれども、まあ、ここは前がかりになることで、こういうね、左崩してから右で仕留めるっていうの,のに関して、厚みが増した結果が出てるんじゃないかなと。まあ、ただ、えと、ま、疲れもあったのか、ま、徐々にね、ま、だん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 と嫌な雰囲気が流れ始め、 前半30分と48分に立て続きに逆転まで食らってしまう。で、この逆転弾を食らった時間も悪かったねと、と、うん。いうような試合でした。で、えー、後半になりまして、えー、正直、樋口がちょっと消えてたけど、まあっていうところで、まあ、ツートップの方が点入るだろうねっていうところで、えー、まあ、44に、いつものね、点取れない時の44に。で、右サイドに諸岡を投入してきましたと。 えと、この試合通して、えー、と、前半見てても、その失点するまでっていうのは、比較的ボールを持てたと思うし、ただね、やっぱりボールを持てているとはいえ、苦しそうだなっていう45分でしたね。うん、で、えっ、ー、と、まあ、その点、やっぱり藤井はかなり元気に、えっ、ー、と、ポケット奥深いところまで持っていけていたし、まあ、ただね、あとはクロスのところとかシュートのところ、もう最後の最後だけだよっていうところは、まあ、今まで通りだったと。で、後半入った諸岡もね、えー、もう爆発的に、 どんどんいろんなところを動いてやってくれてましたと。はい。で、442で点を取りに行くかなと思いきや、なかなか点が取れず、うーんで、えー、っと、やっぱり疲労が半端なかったチャブリッジに帰って、えー、ライコを投入してきて、えー、で、知年もだいぶお疲れだったんで、ここにね、まあ、ナゴを入れたという、まあ、この451に変えた理由っていうのも正直ね、まあ、点が取れてなかったんで、44に継続したかったものの、 チャブリッジの疲労がやばすぎる、ロストが多すぎる、もう何もつながんねえ状態だったんで、しぶしの4-5-1だったかなと。で、この後半26分に変えたんですが、後半35分に3失点目を食らうと。うーん。まあこの守備のところというか、まあ基本前がかりになってるからしょうがないんだけど、点が取れないってと,と,ところでね、まあサイドバックもだいぶ前の方に位置を取っていて、 やっぱりここのサイドバックの裏だったりとかカウンターを起点にね、トスはガンガン攻めてきて、この上田と関川の二人で対応していくかしか、行くしかないというような状況が生まれてたんで、まあここは失点覚悟の前がかりだったんじゃないかなという布陣ではありました。で、えー、後半41分、まあ PK でね、えー、取って、うまいこと、ユーマが点を取って、よし、1点差だ。これいけんじゃねえかってとこで、こ、えー、ここ、脳のもかなりお疲れというところでパレージを投入してくると。で、えー、と、 安西そのままで、関川に変えて、えぇ、ー、菅を投入右サイドバックと。で、佐野を一つ落として、えー、名古と雷子のボランチにして、えロ、ー、諸岡という馬のツートップにしまして、えー、藤井を右。まあ藤井はだいぶ前から右にうろちょろでしたけどね。で、左パレジというような試合ではありましたが、 まあやはりここでも結局ね、前がかり前がかりっていうのもあって、交代直後の43分に4点目を決められて負けてしまったというような試合ではありましたと。えー、っと、トスも451451だったんで、もう本当に2号ランチのところもミラーで、で、リーグ再開ってところでうまくいってない中で、監督解任だったりとかもね、騒がれていたトスではありましたが、まあ、あの向こうからしたら、 ちょうどいい相手だったというかね。うん、アントラーズとしてはかなり内容がひどかった。うん、試合ではあったんですが、まあ、ここの試合を全体的に通して見ていても、まあ、こ、そうだね、アントラーズからまず行ってみると、やっぱり左サイドとの安在だったりとかっていうのはかなりね、えっ、ー、と、攻撃の面でもいいことやっていて、藤井もね、左右どっち出ても、ペナルティの奥深いところまで、サイドの深いところまでは持っていけてるっていうのはあったんで、 ま、持ってってから安西に託せば、安西がイクロス入れてくれねえかな、みたいな感じで、左の攻撃は結構活性化できてるかなと。で、先制点生まれた通り、右サイドっていうのもね、脳の構えがかりに行くことで、えー、事実、点が生まれたんで、まあ、ここ、サイドバックが攻撃参加することによるメリットっていうのは、まあ、徐々に徐々に出てきてはいるんじゃないかなというような印象ではありますが、その分、守備が弱い。で、えっと、 今回の失点シーンまで、あ、本調子じゃなかったことは念頭に置いて話しますけれども、ここ最近その右サイドバックのーノが上がった時のカウンターで、やっぱりこのーノの裏使われる場面っていうのが多くて、ここはどういうことかっていうと、まずはーノが試合に出すぎてヘロヘロ状態だっていうところを当然使ってくると、ここで上田直道が右サイドに出て対応しなきゃいけないんだけども、やっぱりこのセンターバックがサイドの 裏をケアするときのこのボランチがやっぱり下がりすぎちゃっていてマイナスが空いてますよって場面も事実失点シーンであったしここまあやりたいことで言えばまあ直道が下がってこれ左サイドバックも上がっちゃってるんでボランチが2人降りて真ん中3枚固めて真ん中だけはやらせないぞっていうことをやりたいんだと思うんだけれどもやっぱりどうしてもここが空くうん っていうのはここ最近見て取れて、じゃあここを誰が埋めるのかっていうのがはっきりしてないのかなと。で、攻撃的にいってる時って、このサイドバック2人はガン上げで、サイドハーフが中にちょい絞り、そして、えっ、ー、と、トップ下っていうのも G2 トップに近い形の位置にいる。このような形で、左2枚、真ん中2枚、右2枚っていう形で、まあ主に攻撃を行っていて、 で、ボランチがなかなか前に出しづらい状況っていう中で攻撃を何回も何回も繰り返しているが故に最後期限のサッカーっていうのは増えてはいるんですけれどもやっぱりその奪われてカウンターされちゃった時のこのボランチが真ん中3人埋めますっていうのはこれは別にまあベタなやり方っちゃやり方だと思うんだよね真ん中3人で相手が飛んできてもいいよと。ただここの どうしてもここのカバーを誰がすんのかっていう話になってきて、まあ、本来であれば、その右サイドバックが上がってってロスとして右サイドを奪われたんだったら、左がこうやって戻ってきて中埋めるから、ボランチ1枚ここにいてくれよっていうのがベタなんだけど、今のアントラーズどうしても両サイドバックが上げて、攻撃をね、だいぶ前進、両サイドに人数を生ませるっていう攻撃をしてるがゆえに、やっぱり左サイドバックアンダーが戻りきれないっていう場面はどうしてもあって、 じゃあ、ここを中3枚で固めんのか、それとも2枚で固めて1人はマイナスのところを警戒するのかっていう話になってくる。で、えっと、場面的にもそうなんだけど、ワントップがいる部分には多分2人で十分こと足りるんだけれども、まあ、ここがもう1人上がってきた。ないしはこのボランチが前にがかりになった時にどうしても数的不利っていうのが発生しちゃっていて、正直まあ、この、後ろが結構ね、失点しちゃってるんで悪いところは目立つんですけれども、 もうそもそも数的不利。なんならこれもここも裏取られてるってなると、もうざっと今見たこの構図で真ん中絞ったってやったとしても、まあ一人残られたとしても、もうこの時点で44の同数、なんなら45、5? ここのボランチが上がってきたら45で数的不利で、まあ、弱彩フリー当たり前だし、マイナスフリーも当たり前だし、かといってこれ真ん中絞ってるってなると大外見切れないし、マイナスも見切れないっていう状態が発生しちゃってるんで、 ここを解決するためには何をしたらいいですかっていうと攻撃の枚数を1枚削る必要がある。うん。ないまあトップしたないしやサイドバックが中を埋めるなり、こいつをケアするなりっていうことをやらないといけないんで、どっちにしろこれ枚数が1枚足りてない状,状態っていうのが生まれちゃってるんで、当然この状態でこの辺でロストしたってなったらカウンターも当然繋ぎやすいし、まあシュートまで持っていかれるよねと。なんでこの前がかりにするバランスというか、そこがあの人数の数だい 言えば負けてるで今までの鹿島も確かに、その左山本シュート右西大吾の時の、確かに前に上がってた。確かに前に上がってたよ。で、ボランチも比較的前には上がっていたし、守る時後ろに戻ってきてはいたんだけど、ここが今の鹿島と比べると気持ち前にいたんだよね、一人。で、なんでこれ数的不利なのにこいつ一人が見えたかっていうと、センターバックの二人でサイドのカバーだったり、 何な,なら大外捨てたとしても、ここ2対2で勝ててたからなんだよね。でもこれが正直今の布人じゃ勝ててないっていうのが失点シーンに現れてるし、まあ、今回に関してはもうそれプラス疲労があったんで、もうそりゃ、疲労プラス数的不利なんて失点するに決まってるでしょっていうような90分だったのかなと。じゃあ、ちょっと話は変わかりますが、じゃあこの疲労っていう問題、プラス、誰が、 元気な状態で出るサイクルをいかに作っていくかっていう話にはなってくるんですけれども、あのー、ま、簡単にね、批判するのであれば、いやいやいや、センターバックがもうまず上田直美と関川がヘロヘロすぎる。なんでセンターバック3人目いねえんだよ。で、机なんてそもそもベンチにも入ってねえじゃねえかよ。なんでセンターバック買わねえんだよ。いやまずこれが一つのポイント。 もう一つのポイントは、安西が元気すぎるからこれ目立ってないだけで、脳のがヘロヘロになってるじゃん。これになるのが普通。安西も本来ノ,ーノみたいにヘロヘロになるのが普通なんだけど、安西は異常。これも化け物です。で考えると、サイドバック。もう須貝の面もそうなんだけれども、やっぱりノ,ーノはね、プロ1年目でこんなガン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 出したら、そりゃ疲れまくるよ。こ、うん、れそりゃここ狙うさっていう話で、 ここもやっぱりプロ1年目で試合出続けてるのはいいんだけれども、こんな移動が長かったりとか、まあ中2中3とかで試合しなきゃいけない状態で常にスタメンでルーキーを出さざるを得ない。この状態もおかしいよね、と。うん。で、あとは前がかりになったら、前がかりになったらまずロストするなっつう話。まあ、それが理想論なんだけど、 シュートで終わればいいんよっていうところなんだよね。この前がかりで6人がガン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 攻めていっちゃってますよっていう状態で,で、ここの真ん中がもう2人しかいませんよと。これ6人で攻めるんだったら、クロスとか供給するのは OK だよ。それは別に構わない。うん、クロスでガンガン攻めていって、決められる2人が前にいるから、それはいいと思うよ。なんだけど、そこでヘディング負けました。あ、ここ拾われちゃいました。カウンターつなげち 繋げられちゃいましたねこの繰り返しをずっとやってるのはまあ足の小さもあるとはいえシステムとしてはおかしいんじゃないのっていうところがまず挙げられますとでえっとこれをやるためにはもう正直ここも一人ここ埋めた方がいいでワンボランチでここでもう縦関係にした方がいいでもうセカンドの確かにセカンドボール拾われるかもしれない 拾われるかもしれないけど、この二人がボール持った時にフリーで前向いて、あいよっこいしょなんてできちゃって,ってる時点でまずおかしいようにと。ここ一人プレス行って、ここ横パスするだけでここ戻る時間稼げるからそれで十分なん,なんだけど、やっぱりここは後ろ戻るのが前提なんで、やっぱりこのね、ボランチ二人がフリーにできちゃってるがゆえに、もうサイドだろうが縦パスだろうがどこでも遅れちゃう状態になっちゃってると。これを解決するためには、まずはボランチっていうのを縦関係に気持ちやってった方がいいんじゃないかなっていうのが一個。 あとは、センターバックが、まあ、あの、疲労関係なしとしても、このサイドバックの裏をケアする時の能力っていうのが、やっぱりちょっと不安だなっていうのが、強いとの鹿島と比べると、今の鹿島は、どうしても目立ってしまう点なんじゃないで、まあ、それに伴ってセカンドボールを回収しやすい。まあ、一人いるだけで、まあ、可能性がゼロから、ま、20%ぐらいになるとしても、ここで拾ったとしたら OK。でも拾えなかったとしたら遅らせましょうねっていうのが、ま、ベター。 で、あとはそもそも6人上がってるんだったらシュート打って終われと。キーパーにキャッチさせるだけでも違うからね。もう普通にそのままクロスが流れちゃってカウンター繋がれる秒数と、キーパーがキャッチしてから繋ぐ秒数ってさすがにラグがある。そこに、もう一番嫌なのはロストカウンター、ロストしてから直カウンターなんてのは当然戻りきれるわけないでしょっていう話で、 ただそこで一個シュート打たないと枠外でも何でもいいから、打たなきゃ意味ないよ、前がかりにしてる。それはカウンター食らって失点するよねと、と。しかも疲れてんだから戻れるわけないよね、と。っていうような状態が続いちゃってますよね。で、442で事実これ点が取れちゃえばいいんだけど、取れないときって、やっぱり今回の試合もそうだけど、あっからさまにシュート数が少ないし、 鈴木優馬が降りてこないで前張っててくれよって言っても鈴木優馬が降りてこないとこないとでどうせここサイドでクロス上げる以外の攻撃手法がないんで、真ん中経由してからサイドにやって、サイドでここの2対1の数的優位を作って、クロスを供給するっていうのが作りたいのに、この真ん中がやっぱり関わってこないと、そのサイドからのクロスも作れないと。なると優馬からしたら降りざるを得ないという言い方の方が正しいと思います。ここ降りないで前残ってろって言うけど、 ここでボール持ってサイドに持った時に、まあ、ここでガンガンガンが戻られて、ここもサイドのケアされて、サイドのケアされて、戻られてってなって、はい、数的不利が生まれました。で、ボランチがま、パを出したとしても、ここ戻られちゃったらもう意味ないよと。もうセンターバック二人に対して、もう、フィールドプレイヤーだければ8対11の構図が、あ、8対10の構図が生まれちゃってるんで、真ん中経由しない限りは、やっぱりサイド奥深いところに侵入することも難しいし、サイドだけで、ね、打点をね、作ることもできていないっていうのを、 状態が生まれちゃってるんで、これはまずシステムとしてはどうにかしなきゃいけないんじゃないのっていう点。で、もう一個は、サブ組が情けないんじゃないですかってちょっと厳しい言い方しますけどね。サブ組情けないんじゃないですかって話ね。こんな連戦なのにスタメン固定にされてる時点で、これサブ組としてこのままでいいのって言いたくなるような内容ではあります。ちょっと奮起してくれないと。今のところ正直その途中から変わって、いいパフォーマンスしてるのって、勝ってる時に出てたパレジと、 もろうか。以外、そんなに怖さ出てないよね。そこもどうなんですかねっていうところはあるね。サブ組に関しては疲労は言い訳できないよねっていうところもあるんで、もうここはちょっともうずっと言ってますけれども、サブ組はもうパッパとスタメン奪い切るぐらいの能力になってくれないと、チームとしてもそれ強くなんないし、勝てないよ、と。まあ、ただ、今回に関しては、 えっと、かなり苦しい日程ではあった中、あの、しっかり90分戦い切った、走り切ったメンバーたち、選手たちっていうのは、もうここは正直批判するわけにはいかないなっていう状態ではあったんで、うん、そんなに叩くようなこともできないかなと。いうような印象でした。なんで、まあ、そこの数をしっかりフロント内視や補強して埋めてこいよという声もありますが、あの、正直に言うと、 フロントが、その数を抱えて、数を抱えたらいいのかっていう問題で、事実この岩政の時もそうだけど、今回も比較的人数が揃ってない状態で臨んでいるんだけど、なんでそれが生まれちゃったかっていうと、まず一個の原因は、ザーゴの時にめちゃくちゃ人数を買ったくせに全然活躍しないでほとんど出ていっちゃいました。長門なったり、杉岡だったり、泉だったりとかね。まずそこで嫌な印象を持っちゃってるんだなっていうのが原因の一つ。 でそしてもう一個は、何より選手を買うためには給料を払うとかのお金がなきゃいけないんで、あの、シンプルにお金がない。で、お金がない原因っていうのは、まあ、親会社の話を含めちゃったら、まあ、キリがないんだけれども、ACL に出てない。長く。長く ACL に出てないがゆえに賞金が入ってこない。っていうのは間違いなくあるんで、ここの二つの。だから、前々から言ってる通り、ACL 圏内に一回入って一回出るだけで、だいぶ中身変わると思うんだよね。選手としての。その、チーム力としてはね。 ただそこになかなか入れてない現状がある。事実買ったら買ったら ACL 圏内入れてない。実際人数が揃ってる時であれば ACL 圏内ってのは狙えてたチームなんで、そこをちょっと先行投資してお金を先に払って ACL 出ることで回収していくのか、それとも今のぶっちゃけコスパいい状態で ACL 入れたら帰ってくるものはでかいんで、それ重視でいくのかどっちなんだろうなっていうの中で今で言うと後者がずっと続いている状態なのかなと。 ま、間違いなくその選手自身もそうだし、サポーターから見ても編成が絶対おかしい、足りてないっていうのは間違いなくあるんだけれども、そこに伴うお金の問題っていうところでは、やっぱり親会社の力、お金を持っている力、そして ACL 圏内に入れてない、長らく入れてないことが原因がゆえに動きづらいっていうのが発生しちゃってるんで、まあ負の連鎖がずっと続いちゃってるっていうのが今のチーム状態ですと。なんで、ここで1個ルヴァンだったり天皇杯取るなり、ACL 圏内に入るなり、もうどれか1個拾えればいいぐらい、 感覚ででではいるとと思うんですよねがゆえののルバンンンカップ八戸戦で、えー、とベスストメンバースタメータだったのかとそこは間違いないかなと。まあ、それがゆえのリーグ戦アウェイの塗数、まあ、移動もきつかった中での敗戦だったんで、まあ、うまく言えば、あのー、1試合を捨てたで済むんだったら良かったなっていうのがポジティブ要素かな。うん、この1試合で捨てら、1試合捨てたぐらいで済むんだったら良かったんじゃない。ここで1週間空くわけだしね。最悪捨て試合としてやっても良かった。 試試合合っっちゃ試合だったんで、まあ、ただね、相手が相手でその最下位だったから印象が悪いんだけれども、まあ、正直リーグ戦長い中で、今回ね、あのー、さらにチームも2チーム増えて、ざっと4試合増えた中で、まあ、1試合ぐらい捨てるっていう勇気は確かに必要なのかもしれん。まあ、ただ、その捨てるっていう選択肢をそもそも持たないようなチーム事情であればもっと良かったよね、というような内容に落ち着くかなと思います。はい。ざ、ま、っ、あ、と今回はね、もうちょっと。 い、いかにもカシマのコンディションが悪すぎて、もう試合内容とかシステムの話どうのっていうよりかは、こっちの話かなと思ったんで、こっちをメインにね、えー、動画を作ってみました。えー、もうもちろん、あのー、たくが素人の意見なので、反論当たり前だと思います。もう全然当たり前だと思います。もう別に僕が絶対正しいですなんて、これっぽっちも思ってないんで。 まあね、こういう意見があるんじゃないのみたいな話をコメントとかでね、あのしてくれると僕自身もね、あーなるほどなって勉強になるんで、あの本当にコメントしてくれる方とかね、まあ動画見てくれる方とか、本当にありがたいです。助かってます。僕も勉強になります。いてことで、えー、今回この辺でね、トス戦振り返り終わりたいと思います。えー、ちょっと一週間空いてね、えー、お休みですが、次はちょっとね、まあ波に乗ってるガンバーなんで、ちょっと厄介っすね。まあルヴァン疲れを期待するしかないかな <laughs>。ぐらいな感じですね。はい。 じゃあ、今回この辺で終わります。えー、この動画見て面白いと思った方、そして、面白いと思った方でいいや。<laughs> え高評価ないしや、チャンネル登録してくれると助かります。はい、では今回もこの辺で失礼します。ありがとうございました。それでは失礼します。